ツル万年草は、弁形草科万年草属に属する多年生植物の一種。中国、朝鮮半島が原産。日本にも、幾化植物として定着している。草丈15から30センチメートル。ツル性の茎に尖った葉が3枚輪生する。茎は、赤葛色。5から6月に黄色い花を咲かせる。道端や河川敷に生育する。 繁殖力が旺盛で、節目が地面に接しているとそこから発根し地面を捉えながら、地を這うようにして次々と増えていく。日本では、不燃で結実しないのだが、セダム属の植物にしては、比較的成長が早く他のセダム属同様乾燥には、非常に強い上栄養繁殖力も、非常に高く、ちぎれ葉一枚が土の上に転がっているような状態でも、 そこから容易に発根し新たな個体となるほどである。このため踏み荒らしや暴風などで個体がズタズタになるとかえって増殖し、個体数を増やす結果となるため一泥型などに定着するとそこから急速に増えていく。中国ではシデボンソウと呼ばれ薬草として煎じたものを飲む。本種に含まれるサルメントシンという成分が肝機能の向上などに効果があるとされている。 漢方名は、異臭美工と言い,い、古くから利用されている。一方、両薬口肉脂の例え通り、煎じたものは味に関しては、非常に飲みにくいや味とも言われており、このため国内にも、本種を減量に使用した健康食品が、いくつか流通しているが、それらは他のものとブレンドし、飲みやすくなる、要加工、工夫をされている。韓国では、野菜としての利用があり、ナムルや、 おひたしなどで食されており、本種を食材に取り入れたナムルは、ドンナムルと呼ばれている。味に関しては、こちらの方が、はるかに現実的であり、このため国内でもハムエッグなどの料理に添えるなど、野菜としての利用も一部で見られる。園芸面では、比較的短期間で地面を覆うように広がるので、グランドカバー植物として利用されることもある。広がりすぎた部分は、 簡単に剪定で切り戻せるし、強剪定をしても枯れることがないので管理は比較的楽であるが、手入れを怠り放置すると庭中に広がってしまうこともある。また切り戻しをした際に生じたものを土の上に息するとそれが根付いてしまう点にも注意を要する。中国名のシデボンソウの由来は本種を鉢植えで栽培すると伸びてきた茎が鉢の外に垂れ下がる様が由来となっている。 野菜や薬用など収穫前提の栽培の際は鉢植えにし、このように鉢から吸いかがった部分を刈り取り、収穫するのが適している。地植えのものだと、節目から発根してしまうので収穫しづらくなるが、鉢植えでこのようにすると収穫も容易であり、根を取り除く手間なども省ける。生育が比較的旺盛なので、このようなやり方で栽培しても、 おおむね1ヶ月程度のスパンで春から秋まで収穫し続けることが可能となる。冬に収穫する場合は温室環境が必須となってくるが、鉢植えの場合は鉢移動で適した温暖環境の場所に比較的容易に移動できるので、収穫目的の栽培においては、この意味でも鉢植えが適していると言える。ありがとうございます。